んにちは、大蔵大臣の霊夢と憲兵大佐のマリサだぜ。今回も前回に引き続き日本と満州に焦点を当てたこちらのモットをプレイしていくよ。ちょうど真珠湾が陥落したみたいだな。先ほどのニュース映画にも出てたように、陸海軍と航空部隊の緊密なる連携の下で行われた今作戦は大成功を収めたよ。残りの連合国軍の支配下にある太平洋諸島も制圧は時間の問題だな。飛行手段を駆使してインド方面では敵の包囲に成功。潜水艦に沈められたからか、そもそもの敵の数が少ないように見えるな。ガダルカナル島の占領も成功。島に守備隊や周辺海域にもロイヤルネイビーは全然いなかったから、どうやら英国はアジア方面の防衛を諦めたようだな。チリに宣戦布告していくよ。何の脈絡もなくいきなりどうした？南米のペルーやベネズエラは法要の世界だとファシズム国家という扱いなんだけど、いくつかの南米の民主主義国家が連合国に加盟した場合、彼らは対抗して枢軸国に加盟するようになるから、それを狙ってるよ。連合国軍は太平洋での戦局とは対照的にヨーロッパでは反撃に転じてるみたいだから、戦力の分散には使えるかもな。ダッカを占領してから1ヶ月ほどでインドの首都デリーも陥落。先ほどこちらの NF を取得して現地義勇軍を募集できるようになったぜ。政治力を支払うことで現地に師団が湧くみたいだね。湧いた師団には名前が用意されてるのが特徴的だな。独立義勇軍と書かれてるけど、完全な独立を認める気はないよ。間もなくしてインドが降伏。インドは人口が多すぎて、地中各州でも占領してるだけでそれなりの人的資源が使えるから、戦争が終わるまでは軍事占領を続けるつもりだよ。それに駐屯部隊の予備も中国などから750万人近く集めてるから、レジスタンスが増えてきても問題なく鎮圧できるな。先ほど舷毒潜水艦作戦の国家方針を達成したよ。ロケット戦闘機が実用化されたが、航続距離が短すぎてあまり使える代物ではないな。ソビエト連邦から禁輸措置を課せられたよ。あと、いつの間にか不可侵条約も破棄されてたな。連合国軍はイタリアに上陸し、ソ連軍はルーマニアにも侵入している。もしヨーロッパ戦線が片付いた場合、その矛先は日本に向けられると見て間違いないね。とりあえず、後で監督演をやってソ連に対抗するぜ。このままイタリアに降伏されるとまずいので、潜水艦隊をスエズやカーボベルデ海域に派遣するよ。イギリスが地中海で戦う師団に補給を届けるには、必ず輸送船を返さないといけないから、これは効果的だな。43年の9月には、オーストラリアとニュージーランドに対する侵攻を開始。主要都市の陥落により、大した戦闘もせずニュージーランドは降伏。オーストラリアの方も、太平洋の戦いですでに軍隊は壊滅していたようで、まともな防衛手段はいなかったぜ。先ほど、第5次海軍軍備補充計画の国家方針を達成したことで、いくつか主力艦を建造できるようになったよ。絶対国防圏の検事のディシジョンでは、各地に港や要塞を建てられるみたいだな。あと、オーストラリアの首都を制圧したことで、ハワイ講和会議のディシジョンが解禁されたね。これを押すことで、即時講和が結べるがどうするんだ？実は対ソ戦の国家方針は、ソ連の降伏進捗が高い時でないと取れないんだよね。ここでドイツがやられてしまうと北進できなくなるから、ヨーロッパに艦隊を派遣してロイヤルネイビーを壊滅させていこうと思うよ。ドイツから軍事通行権をもらって、U ボートに代わって帝国海軍が大西洋での通商破壊を始めたぜ。近いうちに、山本長官率いる主力機動部隊も派遣していこうと思うよ。先ほど、改正第5次海軍軍備充実計画の国家方針を取得したぜ。空母や戦艦を追加でさらに建造できるみたいだね。ただ、玄関予算として消費財を 20% も使われるのはかなりきついね。さらに、民間船を改造して空母の数を増やしていくぜ。45日で軽空母が一隻できるのは、史実アメリカの週刊空母にはかなわないまでも、コスパ的にはかなりいいね。これ以上作っても過剰戦力にしかならないと思うが、ロマンのためにバンバン作っていくぜ。財政破綻しそう。ちなみに現在のアメリカだが、通商破壊で輸送船保有数は21隻にまで減少している。輸送船が足りないことで資源の輸入ができず、さらに輸送船を作れないという負の連鎖に陥ってるみたいだね。こんな状態に陥ってるのに、貿易法を自由貿易から変えないアメリカは一体。イタリア戦線の連合軍が補給不足に陥ってるね。しばらくすると枢軸国は前線をシチリア付近まで押し返してたぜ。ただムッソリーニは失脚して、ファシズム評議会が政権を握ったみたいだ。あと一周でも領土を失ったら内戦が起こるところだったけど、日本の通商破壊によって形勢が逆転。不安定ではあるけど、首の皮一枚でなんとか持ちこたえてる、得意な政治情勢みたいだね。この後、ムッソリーニが再び権力の座に戻ることはなかったぜ。44年に入ると、希望砲ルートで主力艦隊がイベリア沿岸に到着。輸送船だけでなく、敵の主力艦もいくらか沈めて、帝国海軍は大西洋全域の制海権を掌握するに至ったぜ。どうやらロイヤルネイビーの主力は、地中海にこもってるみたいだね。残存アメリカ艦隊をアフリカ沿岸で捕捉、これでアメリカの機動部隊は完全に壊滅したぜ。これでアメリカの保有艦艇は一隻だけになったね。
1844年の7月にはスエズに上陸。ウスコーアンを使ってるから、補給も問題ないよ。スエズを占領したので、主力艦隊を地中海に開港。連合軍の支配領域を占領して、枢軸国に対する圧力を緩和するぜ。航空優勢も問題なく取れているね。マルタ島近海の海戦で、空母3隻を含めた主力艦6隻を一方的に撃沈したよ。その後も何度か敵主力と交戦したが、ほとんど消化試合のようなもので、地中海の制圧は滞りなく完了したぜ。地中海は完全に制圧したので、A 本土を攻撃していくよ。上陸地点に敵が11個師団も待ち構えてるな。これは厳しいんじゃないか？こんな時のために、師団には潤沢な量の水陸両用装置車と中戦車を配備してるから、装甲の力で乗り切るよ。結果として、3日間の戦闘の後、部隊は港を占領。A 本土を攻略する目的は、港を占領することで修理中の敵主力艦隊を港から叩き出し、それらを海戦で撃破することにあるよ。艦隊を殲滅できれば、日本が対連合戦から手を引いても、強襲上陸をされることがないドイツは対ソ戦に集中できるな。哨戒艦隊が、ものすごい数の敵任務部隊を発見しているね。後で対艦攻撃機を2000機ほど派遣して、周辺海域の敵を一掃するぜ。追加で送った飛行士団がほとんどの敵を殲滅し、ついに英国が降伏。日本に降伏するのは屈辱的だったからか、イタリアに降伏したな。ドイツが国家弁務艦クを作成してるのを横目に、ロイヤルネイビーの掃討作戦を開始。イギリスの保有艦艇数もここまで減少したから、枢軸が強襲上陸を受けるリスクはほぼ皆無になったな。これであとは、枢軸がソ連を追い詰めて、NF の条件にある降伏度 35% 以上に到達するまで待つよ。10ヶ月ほど経って、ドイツ軍がモスクワを攻略し、ソ連の降伏度が上がってきました。その間は、民間船を改造した空母をさらに改装するなどして、正規空母を量産していたぜ。現在日本は空母30隻保有していて、艦載機は2000機近く搭載できるよ。少し遅くなったけど、ここで連合国と講和するよ。ハワイ講和会議。我が帝国は太平洋の各地を占領し、来する敵軍を含め、各地で戦果を上げ続けた。我が怒涛の進撃を前に、連合国はついに屈服し、和平を申し入れてきた。これを受けて一時停戦が成立、ハワイにて我が帝国と連合国の代表が会合するハワイ講和会議が開催された。米、英、仏の連合国主要国が我が方の講和条件を受け入れ、また他の連合国加盟国もこれに続いたため、我が帝国と連合国の間で講和条約が調印されるに至った。この、ハワイにて締結されたハワイ講和条約では、我が帝国は多くの権益を獲得し、また欧州列強を大アジアから追い出した。この勝利は我が帝国の歴史上最も栄えあるものであり、帝国の恒久平和と高等の永続繁栄を約束するだろう。この講和条約を結ぶと通常だとビルマやインドシナの国々は独立しちゃうんだけど、強力政府を作ることで、タングステンやゴムの格安輸入先を確保したよ。マラヤやスマトラ島は資源地帯だから、これからも日本による軍政が敷かれることになるぜ。南の脅威も去ったので、次は北進するよ。戦争の犠牲者だが、日本は4万7000人で、これは日中戦争より少ないぜ。ヨーロッパ諸国が何千万人も戦死者を出しながら総力戦をやってるのに比べて、日本の人的損害は最小限に抑えられたね。常に航空優勢を取ったり、師団に野戦病院を導入したり、部隊の装甲化率を上げたことが、損害の低減につながったと思うぜ。北方作戦の NF を取得したので、ソ連に宣戦布告するよ。1万4000両の戦車が、海戦と同時にソ連領に越境するぜ。海軍陸戦隊がウラジオストクやハバロフスク州の港に上陸。満州の部隊も、シベリア鉄道や補給ハブの占領を狙って電撃的に侵攻。この戦争の勝利条件だけど、沿海州とウラジオストク、ブリヤートを占領すると講和が結べるよ。ブリヤートの場所はここだぜ。現地の気候が吹雪で、気温がマイナス35度になってるけど、見なかったことにしようかな。戦争が始まって2ヶ月経って、ウランバートルは落としたが、ブリヤートの占領には至ってないな。あと、海戦前に戦車は2000両ほど備蓄があったはずなのに、消耗量がえらいことになってるよ。人的損害自体はそんなに出てないが、今は2月だからシベリアの寒さにやられたんだろうな。海戦から3ヶ月半後、航軍は気合と精神力でブリヤートまで到着。これで講和条件は揃ったから、講和までにやることをするぜ。それにしても、日本の援護があったとはいえ、なんでいきなりドイツが優勢になったんだろうな。それなんだけど、アヘンでドイツ兵をすり漬けにしたからだね。国がマフィアやってて草。ここでソビエトが屈服したぜ。ウラジオストク講和会議によって、日本はモンゴルやシベリア、沿海州を獲得したよ。東シベリアには、日本海来のトランスザバイカル共和国が建国されたな。国家元首は、コイソクニアキが務めてるみたいだね。日本と講和を結んだ6時間後、ソ連には25発の原爆が投下され、戦争協力度が一気に下がったことにより翌日ソ連は降伏したぜ。いびつな形のロシア帝国が残ったね。ロシア帝国はアフリカ連合に加盟し、またドイツと戦うつもりみたいだな。
ということで、完成した大東亜共栄圏はこんな感じだよ。あと、朝鮮半島や中国租借地、南洋諸島を中核化する NF を取って、一気に中核州人口が増えたぜ。最後に、ウプ主は腰痛を始めたばかりですが、予想以上に多くの方に動画を見ていただき、大変驚いています。これからもホイヨンの動画を中心に投稿していく予定です。最後までご視聴ありがとうございました。